エルビス・アーロン・プレスリーはアメリカのミュージシャン、映画俳優。全世界のレコードカセット CD 等の総売り上げは6億枚以上とされている。世界史上最も売れたソロアーティストの第一位。キング・オブ・ロックン・ロールと称される。ミドルネームは公文書、サインともにアーロンだが、破壊史にはアーロンと表記されている。1950年代にチャック・ベリーやファッツ・ドミの リートル・リーチャード、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ビル・ヘリーラと共にロックロールの誕生と普及に大きく貢献した、いわゆる創始者の一人であり、後進のアーティストに多大なる影響を与えた。その功績から、キング・オブ・ロックン・ロール、または、キングと称され、ギネス・ワールド・レコーズでは、史上最も成功したソロアーティストとして認定されている。1950年代に、 アメリカやイギリスをはじめとする多くの若者をロックンロールによって熱狂させ、それは20世紀後半のポピュラー音楽の中で最初の大きなムーブメントを引き起こした。また、極貧の幼少時代から一気にスーパースターにまで登り詰めたことからアメリカンドリームの象徴であるとされる。ザ・ビートルズ、ボブ・ディラン、エルトン・ジョン、ボブ・シーガー、ロバート・プラント、フレディ・マーキュリーなど、 後に音楽業界で成功したロックミュージシャン、特にボーカリストたちが憧れたことでも知られる。初期のプレスリーのスタイルは黒人の音楽であるブルースやリズムブルースと白人の音楽であるカントリーエイスタンを融合した音楽であると言われている。それは深刻な人種問題を抱えていた当時のアメリカでは画期的なことであった。その後全国的な人気を得たが、 保守層には、ロックンロールが、青少年の飛行の原因だと抽象され、PTA は、テレビ放送の禁止要求を行うなど、様々な批判、抽象の的になった。KWK ラジオでは、プレスリーのレコードを叩き割り、ロックンロールとは絶縁だと放送。さらに、フロリダの演奏では、下半身を動かすなと、PTA や YMCA に言われ、小指を動かして歌った。 この時には、警官がショーを撮影し、下半身を動かすと逮捕されることになっていた。しかし、プレスリーの音楽によって、多くの人々が初めてロックンロールに触れ、ロックンロールは一気にメジャーなものとなった。また、今まで音楽を聴かなかった若年層が、音楽を積極的に聴くようになり、ほぼ同時期に普及した安価なテレビジョンや、レコードプレイヤーと共に、音楽消費を増加させる。 原動力になった。さらに、音楽だけでなく、ファッションや髪型などの流行も若者たちの間に芽生え、若者文化が台頭した。晩年は、その活動を、ショーやコンサート中心に移した。1977年8月16日、自宅である、グレースランドにて42歳の若さで死去した。プレスリーの記録は、多数うううあり、例えば、最も成功したソロアーティスト、 最多ヒットシングル記録、1日で最もレコードを売り上げたアーティスト等がギネスによって認定されている。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第3位。九首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第1位。プレスリーは1935年1月8日。 ミシシッピ州テューペロの小さな家で生まれた。父バーノンエルビス・プレスリー、母グラディスラブ・プレスリーの三人家族であった。父バーノンが不渡り小切手で服役するなど非常に貧しい幼少時代であったが、両親はエルビスを大事に育てた。熱心なキリスト教プロテスタントの信者であり、9歳の時に洗礼を受けた。 11歳の誕生日にはライフルを欲しがったが、当然母親に却下され、代わりに与えられたのがギターであった。これを機に、自宅の地下洗濯部屋で練習し音楽に、傾倒していった。1948年、プレスリーが13歳の時に、テネシー州メンフィスへと引っ越した。下宿生活を経て、1949年に、一家はメンフィスにある。 ローダーデール高ト公営住宅に転居した。メンフィスは非常に貧しい黒人の労働者階級が多かったため、そのような環境の中で黒人の音楽を聴いて育った。エリス公会堂のゴスペルのショーも欠かさずに見に行っていた。ある日、毎回欠かさず見に来ていたエルビスだったが入場料を払えないとの理由で一度欠席した。これに気を止めたのが JD サムナーで、じゃあ次回からは、 楽屋口から入るといい音告げ、エルビスは無料でショーを見ることができた。このことが後のプレスリーの音楽性に大きな影響を与えたとされる。プレスリーは高校卒業後、精密金型会社で働いた後に、クラウンエレクトリック社に転職しトラック運転手として働いていた。サンレコード時代のエルビス1953年の夏にプレスリーはメンフィスのサンスタジオで、 最初の両面でモアセテート版を録音するため4ドルを支払った。収録曲は当時のポピュラーなバラード、マイハピネスとザット、エス・ウェン・ユア・ハート・エ x クス・ビギンであった。サンレコードの創業者、サム・フィリップスとアシスタントのマリオン・ケースカーは、その録音を聞きエルビスの才能を感じ、1954年6月に行方不明の歌手の代理としてプレスリーを呼んだ。 セッションは実り多いものであったかはわからなかったが、サムは地元のミュージシャン、スコッティ・ムーア、ビル・ブラックと共にプレスリーを売り出すこととした。プレスリーは最初、ザ・ヒルビリー・キャットという名前で歌手活動を始め、その後すぐに歌いながらヒップを揺らす、その歌唱スタイルからエルビス・ザ・ペルビスと呼ばれた。1954年7月5日のリハーサル、休憩中にプレスリーは、 ザット、エソールライト、ママをいじくり始め、サムはプレスリーが適所を得たかもしれないと考えて、録音ボタンを押した。即興での演奏で、ドラムスが不在であったため、ベースをかき鳴らしての演奏となった。B 面に、ブルームーォブケンタッキーが収録されたシングルは、WHBQ ラジオが放送した2日後に、メンフィスでのローカルヒットとなった。ラジオを聴いた人たちは、 黒人歌手だと勘違いしていた。また、公演旅行は、プレスリーの評判をテネシー中に広げることとなった。しかし、初舞台の時には死ぬほど緊張した。観客の声が怖かったんだとの言葉も残っている。また、プレスリーがツアーを始めた時、ツアー先の白人プロモーターから、黒人娘は連れてこないでくれと連絡を受けたことがたびたびあった。 プレスリーは彼女たちをきたさせないなら僕も行かないと言い張り向こうが謝罪した額のお金を積んだが絶対に行かなかったこのエピソードのように公民権法が施行される前の1950年代のアメリカでは音楽も人種隔離的な扱いを受けている部分が多く残っていた当時のロックンロールのヒットソングも黒人の曲をパットブーナの白人がカバーしそのカバー版が 白人向けの商品として宣伝され、チャートに掲載され、またラジオなどで流れる傾向にあった。たとえ同じ歌を同じ編曲で歌ったとしても、黒人が歌えばリズムブルースに、白人が歌えばカントリーエスタンに分類されることが常識だった。プレスリーはこのような状況にあって、黒人のように歌うことができる白人歌手として発掘された。 サントの契約下でプレスリーは5枚のシングルをリリースした。ザッツ・オールライトはビッグボーイ・クルーダップのカバーである。多くはリズムブルース、またはカントリーウエースタンのヒット曲のカバーであった。レーベルにはエルビス・プレスリー、スコッティビルとクレジットされた。10曲の中で最短の曲は1分55秒、最長のもので2分38秒である。 1955年8月18日に、プレスリーの両親は、プロデューサーのトム・パーカーとの契約書に署名し、サンスタジオとの関係は終了した。ハーレー・ダビッドソンに乗るエルビス・リベラー・チェと、エルビス・エド・サリバンとエルビス・プレスリーは1955年11月21日に、1956年1月28日に、CBS ・ t v とミード・ドーシーステージショーにて、 TV に初出演し、黒人の R&B を歌う。そこでプレスリーは白人らしからぬパフォーマンスを披露したが、これに対して PTA や宗教団体から激しい非難を浴びせられた。しかし、その激しい非難にもかかわらず、それを見た若者たちはプレスリーのファンになっていった。1956年1月27日に第6弾シングルハートブレイクホテル。 I was the one がリリースされた。これは1956年4月にチャートの1位に達した。ハートブレイクホテルはその後数多く登場したミュージシャンに多大な影響を与えた。レコーディング場所について1950年代はニューヨークにある RCA スタジオを利用したことがあったが、プレスリーのキャリアにおいて主演映画の挿入会以外のレコーディング場所で最も利用されたのは テネシー州、ナッシュビルにある RCA スタジオ B である。しかし、1972年以降は、ハリウッドにある RCA スタジオや地元メンフィスのスタジオを利用した。さらに1976年になると、RCA スタッフが、プレスリーの自宅に録音機材を持ち込み、レコーディングを行った。後年レコーディング自体に関心を示さなくなったのは、RCA のミキシングやアレンジが、 プレスリーの意向にそぐわなかったことや良質な楽曲がなくなったこと、コーラスがプレスリーの要求に応えられなかったこと、体調面など様々な理由があった。プレスリーは一発取りと呼ばれる一テイク完成型のスタジオライブ形式のレコーディングスタイルにこだわった。そのため、プレスリーの死去後現在まで様々な未発表テイクが発掘されており、 その中には発表されたテイクと違った趣向のものもある。後年、レコーディングに関心がなくなった頃は、体調不良を訴え、歌のレコーディングは後で必ずするから、ミュージックだけ録音しておいてくれということもあったが、ほとんどの場合、それは実現しなかった。1956年12月4日、プレスリーはカール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイスがレコーディングしている3レコードに立ち寄り、 彼らとジャムセッションを行った。フィリップスにはもう、プレスリーの演奏をリリースする権利はなかったが、このセッションを録音した。ジョニー・キャッシュも共に演奏していたと長い間、考えられていたが、フィリップスが撮らせた写真でしか確認することができない。このセッションは伝説的なミリオンダラーカルテットと呼ばれるようになった。年末のウォールストリートジャーナル一面で、 プレスリー関連商品が2200万ドルを売り上げ、レコード売り上げがトップであることを報じられた。また、ビルボード市で100位以内にランクインした曲数が史上最高となった。音楽業開催大手の一つである RCA での最初の1年間、RCA のレコード売り上げの半数がプレスリーのレコードであった。当時のアメリカの国民的バラエティ番組、エドサリ番賞には、 1956年9月、なお、広い視聴者層を持つ、国民的番組への出演を意識して、ジャケットを着用し出演した上に、当初保守的な視聴者の抗議を配慮した番組関係者が、意図的に、プレスリーの上半身だけを放送したというエピソードが、伝えられている。そのようなやりとりがあったものの、司会者のエド・サリバンが、このエルビス・プレスリーは、 素晴らしい青年ですと紹介したことから、プレスリーへの批判は少なくなった上に、アメリカ全土へのプロモーションに大きく役立ったと言われている。陸軍に勤務していた頃のプレスリー1958年1月20日に、プレスリーはアメリカ陸軍への徴兵通知を受けた。当時のアメリカは徴兵制を施行しており、陸軍の徴兵期間は2年間である。 プレスリーは特例措置を受けることなく、他と変わらぬ普通の一兵士として西ドイツにあるアメリカ陸軍基地で勤務し、1960年3月5日に満期除退した。徴兵命令が来た際、プレスリーは闇に響く声を撮影中で、徴兵を少し延期したことでも話題になった。徴兵局はパラマウントからの延期の申し入れに対し、エルビスをよこして、 頭を下げさせろと伝えた。翌日、プレスリーは、徴兵局へ出向き、延期の申し入れを行った。1958年8月11日、戦車兵としての専門教育を受けていたプレスリーは、すでに体調を崩していた母グラディスが、緊急入院したとの知らせを受けた。上官はプレスリーからの外出申請を、一旦は、却下したが、8月12日の外出が許可された。 グラディスは8月14日に亡くなり、翌15日に葬儀が営まれた。再び帰営する際、プレスリーはグラディスの部屋を生前の状態に保つよう言い残している。プレスリーは西ドイツに駐留する第32機構連隊に配属され、第一中戦車大隊の本部管理隊で勤務した。同地では小刀官空手を学び、また軍曹まで昇進した。 なおから手八段とされているが、それは誤りである。また在籍中、病気にかかり、軍の病院において、扁桃腺炎だと診断された。その際、医師は、プレスリーの声が返調するのを恐れて、扁桃腺の切除手術は行わなかったが、回復し、健康を取り戻した。1960年3月2日、プレスリーは帰国の途に着いた。途中スコットランドを経由しているが、 これが彼にとって唯一のイギリス滞在となった。プレスリーは3月3日の朝に帰国して大勢のファンに迎えられ5日に名誉除隊となった。監獄ロック、G.I. ブルース歌手として有名になっていくにつれて映画配給会社数社から出演の依頼がプレスリーのもとに届いた。プレスリーは大変喜んで劇場に通い詰め演技を独学で勉強した。初出演映画には パーカー大佐がプレスリーを映画の主演にさせたかったので20世紀フォックス配給、リノ・ブラザーズを選んだ。プレスリーはシリアスな演技派を目指していたため、映画内での歌には興味がないと公言していたが、結局パーカー大佐の要請で4曲も歌う羽目になり、タイトルもラブメテンダーに変更されて公開された。プレスリーは当時のガールフレンドに映画会社がアホな曲を用意してきたんだよ。 せっかくのいいストーリーが台無しになっちゃったよと不満を漏らしている。陸軍入隊前までの1958年までに4作の映画が制作されたが、いずれも挿入歌ありの主演映画に終始し、おまけに映画挿入歌を収めたアルバムが好評だったため、当時の小ビジネスの世界に新たなビジネスの形態を作り出した。1960年に陸軍除隊するとパーカー大佐は、 配給会社数社と長期にわたり出演契約を結んだため、1969年まで1年に3本のペースで27本もの映画の制作が行われ、活動の拠点をハリウッドに移さざるを得なかった。おおよその映画は制作費を抑えた、挿入歌アルバム付きのものが多かったが、G.I. ブルーズ、ブルーハワイ、ビバラスベガス等、話題にはなったが、プレスリーの映画は、 全体的に評価が低い。評価されたのは、オンステージ、オンツアーなど、コンサートをドキュメンタリー的に記録したものだけである。結局、1956年から1969年まで、計31本の映画が公開された中で、プレスリーが望んだ歌のない映画は、1969年公開のチャーのみであった。 この映画が制作された頃のプレスリーは1960年代初期と違い、映画への意欲が薄らいでいた時期ではあったが、久しぶりに前向きに臨んだ西部劇で役作りのために顎げまで生やし撮影された。しかし、プレスリーの主演映画に対する世間の注目度が低かったこと、脚本の出来もいまいちだったことなどが原因で映画の興行成績は振るわなかった。 そういう状況の中、ミュージカル映画の枠を超えていなかったこと、台本の出来の悪さ、また、プレスリーが力を入れて撮影したシーンがカットされたことなど、プレスリーの仕事への不満は募っていき、それが歌手としてコンサート活動を再開するきっかけになった。歌手活動の本格再開後も、1970年8月のラスベガス公演やリハーサル風景を収めたドキュメンタリー映画、 エルビス、ザット、エスザウェイトイズや1972年4月のコンサートツアーの模様を収めたドキュメンタリー映画、エルビス・オン・ツアーが制作され、好評だった。それ以降は映画の公開はなかったが、プレスリーの死後の1981年には、ほとんどを生前の映像等で構成したライフストーリー的映画、ディス・イズ・エルビスが公開された。これらを合わせると、 プレスリーが主演した映画は計34本となる。1974年8月19日にラスベガス公演中のプレスリーの楽屋をバーブラ・ストライザンドが訪れた。バーブラは自らが主演する映画エースター・イズ・ボーンでの共演をプレスリーに依頼し、プレスリー自身も非常に乗り気だったと伝えられているが、後日パーカー大佐が出演料を理由に断った。 1970年代半ば、プレスリー自身が起案し出演する、空手家映画主人公の映画の撮影を行ったが、完成することはなかった。理由の一つとして、プレスリーの体調が悪くなることが多く、空手を続けられる状況ではなくなり、空手自体をやめてしまったことが挙げられる。ちなみに、空手の後の太り始めた頃からの趣味は、ラケットボールで、医師からの勧めで始めた。 プレスリーは自宅である。亡くなる1977年8月16日の早朝も友人たちとプレーし汗を流した。プレスリーとビートルズは直接的な接点はなかったが、両者は1965年8月27日、ロサンゼルス市のプレスリーの邸宅で一度きりの会見を果たしたことがロック市に残る出来事として語られている。 ビートルズのマネージャーであるブライアン・エプスタインとパーカー大佐の間での極秘の打ち合わせという名目だったが、どこからか漏れてしまい、案の定自宅周辺には野印馬が集まった。諸説あるが、メンバーのジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴスターは、平成を装いながらも、心を踊らせて招かれた部屋に入った。 そこでエルビスはテレビを見ながらベースを練習してくつろいでいた。本物のエルビスだと感激した4人は呆然としてしまった。そこでプレスリーがずっとそうやって僕を見てるだけなら僕はもう寝るよ。せっかく演奏ができると思って待ってたのにと声をかけたことから慌てて4人は挨拶し即興演奏が始まった。プレスリーはベースを演奏し、レノンとジョージはギター。 マッカートニーはピアノを演奏した。リンゴはドラムキットがなかったため演奏しておらず、ビリヤードやサッカーを楽しんでいたという。プレスリーは彼らの曲も歌い、その後で君たちのレコードは全部持ってるよと言った。これに対してレノンは僕はあなたのレコードは一枚も持ってないけどねと発言したことからその場が凍りついた。これはレノンの若気の至りとも、 過激なジョークだったとも言われるが、プレスリーは、その発言に気分を害してしまった。そしてその会見に実際に立ち会ったという記者のクリス・ハッチンスによれば、レノンはさらに当時アメリカ軍による関与が拡大を続けていたベトナム戦争に、プレスリーが賛同する姿勢と、プレスリーのマンネリ気味であった映画を通列に批判した。これらのことがきっかけで、レノンを嫌うようになったプレスリーは、 マッカートニーやハリスンが作曲した曲はコンサートで頻繁に取り上げているが、レノンの曲は歌っていない。レノンはこの発言を反省したためか、後日、プレスリーの取り巻きにエルビスがいなければ、今の自分はいないと伝えるよう頼んだという。しかしプレスリーはレノンがアメリカに住むようになり、ベトナム反戦運動を積極的に行った頃、ニクソン大統領に、 ジョンを追放して欲しいと手紙を出したとも言われている。このように、レノンの発言と態度が、場の雰囲気を壊したことで、この会見はとても成功したとは言えないものであった。リサを抱くプリシラとエルビス1967年5月1日には、ラスベガスのアラジンホテルで、プリシラ・アン・ボーリューと結婚。プリシラは、プレスリーの中世独アメリカ軍での所属部隊長のママコであった。 プレスリーは未成年であったプリシラを自分の父親とその妻の家に同居させ有名なカトリックの女子校に通わせてきちんと卒業させるということをプリシラの母親とママ父に約束してプリシラをメンフィスで暮らせるようにした。しかし、ほどなく二人はグレースランドで一緒に暮らすようになっていく。八年後に結婚し、1968年2月1日には 娘リサマリー・プレスリーが生まれる。その4年後、結婚前から続いているプレスリーの生活習慣、メンフィス・マフィアといつも一緒の生活、さらに年間何ヶ月に、グレースランドを出たプリシラはリサマリーを引き取り、ロサンゼルスに住居を移す。1973年10月9日に正式離婚。離婚後も、プレスリーとプリシラは友人関係にあり、以前よりも、 密に連絡を取り合うようになったという。プレスリーがツアーでロサンゼルスにいるときはプリシラの家を訪れたり何かことあるごとにプリシラをグレースランドに呼び寄せたりして精神的にプリシラを頼りにしていた。二人はリサ・マリーがまだ幼かったこともあって二人が離婚したことでリサが不幸にならないようにと願っていた。リサとプレスリーは頻繁に会っていたようだ。 プレスリーが死んだその日もリサはグレースランドにいた。プレスリーの音楽活動は62年の好きにならずにいられないまでは好調を保っていたが、63年から68年頃までは絶不調と言って良い状態だった。量産された映画とビートルズの登場に押された影響は否定できず、プレスリー自身もそれを自覚していた。不調の時代では65年の クライング・イン・ザ・チャペルが彼らしい加速だった。68年の TV ライブで復活したエルビスは69年にサスピシャス・マインズ・イン・ザ・ゲットを発売しカムバックした。1969年から過密スケジュールでキャリアを再開。しかし、それはプレスリーを完全なワーカホリック状態へと追い込むものであった。1969年以降行ったライブは1000回以上であり。 平均すると1年におよそ125回のペースだった。1969年よりネバダ州のラスベガスを中心にショーを行うようになっていた。プレスリーのコンサートは時代を経て大規模なものになっていった。瞬間最高視聴率約72%を記録した1968年の NBCTV スペシャル以後、翌年にラスベガスのステージで歌手復帰してからは、 ロックンロール以外にもレパートリーの幅を広げ、ゴスペルやスタンダードナンバー等を取り入れた。バックもコーラスグループやピアノ等が新たに加わり、オーケストラまで揃えた多人数の団体に膨れ上がった。なお派手な衣装はリベラーチェからの影響と言われている。また、ラスベガスのステージ編成をそのまま地方公演に取り入れた。コンサート活動再開後、 最後にコンサートを行った1977年6月26日、インディアナポリス公演までチケットは売り切れ状態が続いた。72年にはバーニングラブが大ヒットとなった。70年代には他にアメリカの祈り、ロックンロール魂などを発売した。1977年8月17日から始まる予定だったツアーも最終日の8月27日の メンフィス公演まで売り切れ、翌28日に同地で追加公演を行う予定だった。リチャード・ニクソン大統領とエルビス・プレスリー1970年12月21日には、わざわざアメリカン航空の民間機でワシントン DC にジェリー・シリングと二人で出向き、シークレットサービスに手紙を手渡した。一市民であるプレスリーから大統領に宛てた手紙である。 ホワイトハウス内は大騒ぎとなり、その40分後補佐官から大統領が会いたいと電話があった。ホテルに到着したデルソニー・ウェストが合流し3人でホワイトハウスへ行き、リチャード・ニクソン大統領に会った。ツーショット写真はその際撮影されたものである。この時プレスリーは自分はドラッグカルチャーと共産主義の洗脳について研究してきたとニクソンに語った。 麻薬撲滅に熱心であったニクソン大統領に対してロックが麻薬使用に影響しているとは思わないが責任は感じていると言い,い麻薬取締官の資格を与えられた翌週プレスリーはそのバッジをみんなに見せびらかせて回ったなおプレスリーは警察官等のバッジコレクションをしており大変な収集家であったこの際のエピソードはあまりにも有名なものとなり 後にこのエピソードだけで、いくつかの映画になったほか、プレスリーとニクソン大統領とのツーショット写真は、ホワイトハウスの公用写真の焼き増しサービスの中で、最も人気が高いものとなった。パーカー大佐と共にプレスリーは、世界的なスーパースターとなったが、中世アメリカ、カナダ以外でコンサートを行っていない。海外での公演ができなかった理由は、移民である。 パーカー大佐がアメリカの永住権を所持しておらず、カナダを例外としてアメリカ国外へ一旦出国すると再入国を許されない事態を恐れたためだったと言われている。ちなみに、パーカー大佐が出身国に残してきた家族が大佐がプレスリーに付き添う姿をテレビで見て行転したという逸話が残されている。これに対してパーカー大佐は世界の公演希望に応えるため、 衛星中継という方法で生のプレスリーを世界へ送った。来日公演の要請に対しては日本のゴールデンタイムに衛星,星中継で視聴してもらえるよう1973年1月14日にハワイ時間深夜1時からコンサートアロハフロムハワイを開催する形で答えた。これは日本のゴールデンタイムに合わせたものである。放送は約2時間続いた。 このコンサートは、プレスリーの愛称家でもあった、アイルリメンバー U の作者、クイリーの遺族らによって創設された、クイリー元基金のためのチャリティーコンサートとして、開催されたため収益はすべて、クイリー元基金へ寄付された。この公演のチケットには値段がついておらず、客が献金したい分だけ払えば、購入することができた。6000席の会場で7万5000ドル集まったので、一人、 あたり12ドル50セント支払った計算になる。アメリカでは公開中だったエルビスオンツアーと競合することを回避するために4月4日に放送された。新たにハワイのビーチや挿入歌がインサートされた生放送とは別の編集版であった。すでにこのコンサートのライブアルバムが発売されていたにもかかわらずこの放送を視聴した世帯数は 人類初の月面着陸の映像を視聴した世帯数より多かった。プレスリーの離婚の財産分与の資金捻出のためという名目でパーカー大佐はプレスリーの楽曲の権利を RCA へ売り渡した。これは将来的に見ても大損な取引だったがパーカー大佐自身がギャンブルで大損を出していたため手っ取り売却大金を得るためにプレスリーに伝えないで独断で売った。 離婚に必要な資金は175万ドルで、エルビスならすぐに回収できるであろう金額だった。プレスリーがお金がなくなっていったのはこの権利で手に入る印税を受け取れなかったことが関係している。プレスリー関係者からは悪名高き73年の取引と言われている。このような理由以外にも、プレスリーはパーカー大佐に対する不満をメンバーたちに多く漏らしていた。しかし、 プレスリーは、生涯パーカー大佐をクビにすることはなかった。ネルソン・ジョージは、マネージャーのトム・パーカー大佐がプレスリーをどんどん、安物のクズに貶めていったと評している。プレスリーの墓1977年8月16日に、テネシー州メンフィスの自宅、グレーズランドで没した。ガールフレンドのジンジャー・アルデンによって、寝室のバスルームの床に倒れているところを発見され、 バプテスト記念病院へ搬送されたが、医師は午後3時30分、プレスリーの死亡を確認した。42歳を打つ。検視後、死因は処方薬の極端な誤用による不整脈と公式に発表された。死後、ロニー・マークドウェルは、キング・リズ・ゴーンを発表した。あまりにエルビスに似ていることと、歌のうまさは大いに話題。晩年、プレスリーはストレスから来る。 過食症に陥ったことが原因で体重が激増したことに加え、1975年頃からは主治医だったジョージニコポーラスから処方された睡眠薬などを誤った使い方で服用していた。処方ドラッグをやっていたとグレンディ・ハーディンなどのメンバー、さらにデルソニー・ウェストなどのメンフィス・マフィアのメンバーたちも語っている。グレンは詳しいことは死ぬまで語るつもりはないと言っているが、 ソニーウエストは、暴露本を書いて中傷したとされた。このことについてソニーは、まだ存命中だったエルビスを救うためだったと述べた。違法なドラッグは一切使用していないが、この処方ドラッグの影響で、感触持ちになり、体調も維持できなくなってしまった。イギリスのテレビ局、チャンネル4は、プレスリーの DNA に、肥満や心臓疾患を引き起こすものが発見されたと、報道した。 当初はメンフィスのフォレストヒル墓地で母親の隣に埋葬されたが遺体の洞窟未遂事件後に母親と共にグレースランドに再埋葬された。グレースランドにはプレスリーの様々な遺品やピンクや緑に塗られたキャデラック、マナ娘の名前を付けた自家用機、コンベア880型、リサマリーゴなどが展示されており、現在も世界中からファンや 観光客が訪れている。スコティ・ムーアは、エルビスの葬儀は、見せ物賞になるだろうと感じ、式に出席しなかった。プレスリーの休止後、その肖像権は、非常に危うい位置にあった。プレスリーは、ステージ以外のことは人任せで、肖像権は一応管理されていたがずさんだったため、金儲けの道具とされ、プレスリーのイメージを損なうものであっても、簡単に商品化できた。 存命中にはプレスリーは多くの名義貸しのつもりで契約書にサインしていたが、相手はエルビスが利益になると考え、膨大な予算をプレスリーに用意させようとした。死去後間もなくして、遺族らが膨大なプレスリーの物的財産を管理する組織を結成、肖像権も管理しようと訴訟を起こした。遺族らは勝訴し、肖像権を手に入れ、以後今日までしっかりと管理されている。 肖像権が管理できるようになって、エルビス・プレスリーという名を使い現在まで様々なプロジェクトを世界に向かって発信してきた。プレスリーのキャリアは、サンデコードからデビューした1954年から死去する1977年である。本業の歌の部門では、数多くの未発表テイクが発掘されている。最近の話題だと新編集された曲が2002年の フィファワールドカップの公式テーマソングになったり、未発表映像も発掘され、1968年の t v スペシャルや1973年のアロハフロムハワイのアウトテイクを収録した完全版がリリースされ好評だった。その他、側近や友人、家族らが語るプレスリーの人物像に焦点を当てたものや、プレスリーのゴスペルに対する思いを映像化したものもある。 エルビスのモノマネタレントそれ以外にも、プレスリーをモチーフにした映画の制作やプレスリーの曲が数多くの映画の挿入歌に使用されることも多い。プレスリーにちなんだセリフも数多くの映画の中で聞くことができる。ブロードウェイのミュージカルにも取り上げられると、そのような話題はとどまることを知らない。プレスリーの記録であるナンバー1ヒット曲数18曲が2019年、 マライア・キャリーの19曲によって更新された。プレスリーのモノマネ、またはなりきることを制御とする人々が世界に存在し、その数は8万5000人と言われている。また、エルビスを尊敬するアーティストも多く、そのようなアーティストたちが一堂に会したトリビュートコンサートが実現した。さらに1997年には新たなる試みとして、 プレスリーのコンサート映像を使用し、それに合わせて、当時のバンドメンバーが演奏する、エルビス・ザ・コンサートのメンフィス公演が行われ、以後全米各地のほか、ほぼ年に1回のペースで、アメリカ以外の地域でツアーを行っている。彼の死後、プレスリーの生存説、目撃情報などの滑稽な陰謀論や、オカルト話が、ウィークリーワールドニュース、東京スポーツなどを中心に、相次いで報告された。 年を取ったプレスリーを見たという証言がある一方、若い頃そのままのプレスリーを見たという証言もある。プレスリーが生きているという確実な証拠には300万ドルが支払われる。32本の映画出演作すべてが主役という驚異的な記録を残している。グレースランドヨーロッパにおいてロックンロールという新しい音楽への興味を生じさせた。ジョン・レノン、ボブ・ディラン、 ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、ボブ・シーガー、フレディ・マーキュリー、ルー・リード、クリフ・リチャード、ロバート・プラント、ブルース・スプリングス・ティーンなどをはじめとする多くのアーティストが大きな影響を受けた。ジョン・レノンとエリック・カルメンはボーカルスタイルにおいても影響を受けている。ダブル・ゼータ・トップ、チープ・トリック、ジョン・シュナイダーらはエルビスの曲をカバーした。ロバート・ゴードン、タフ・ダーツ、ストレイ・キャッツ、 ブラスターズらもエルビスの影響を受けていた。日本では、湯川玲子、小林克也らがプレスリーのファンである。歌手では、西郷輝彦、本郷直樹、平尾正明、山下慶次郎、ミッキーカーティス、佐々木伊佐夫等もプレスリーファンとして知られる。世界中のティーンエージャーは、プレスリーのダックテールと呼ばれる横髪を後ろへ撫でつける。 ヘアスタイルをこぞって真似し始めた。そして黒いズボンや緩い解禁シャツといったプレスリーのニュールックはファッションの新たな潮流を作りその大きな需要を生み出した。プレスリーの影響は経済大国における大量消費を行う最初のティーンウェジャー世代を生み出した。エルビス・プレスリーを慕うミュージシャンにドイツのオペラ歌手ペーター・ホフマンらがいる。1977年に ジミー・カーター大統領は、エルビス・プレスリーの死は、我が国から大事な一部分を奪い取ったようなものだ。彼の音楽とその個性は、白人のカントリー音楽と、黒人特有のリズムブルースのスタイルを融合させ、永久にアメリカの大衆文化の様相を変えてしまった。彼は、祖国アメリカの活力、自由、気質を、世界の人々に植え付けるシンボルだった。と語った。 ジェームズ・ブラウンは彼は白人のアメリカ人に目線を下げるということを教えたという言葉を書き残している。アメリカ内務省のゲール・ノートン長官は2006年3月27日、プレスリーが約20年間を過ごしたテネシー州メンフィスの邸宅、グレースランドを国の国定史跡に認定した。認定の式典は一般公開で行われ、 娘であるリソマリー・プレスリーも出席した。1970年代のプレスリーは真っ白なジャンプスーツが思い出されるが、それ以外にも、紺や青、水色、赤などのジャンプスーツも着ている。1970年初期のジャンプスーツは動きやすさを念頭に置いたシンプルな衣装であった。それがどんどん派手になっていき、ケープまで登場した。金やダイヤモンドやルビーなどを施した。 ジャンプスーツは2 5ラム以上にもなっていた。前述のように、これは敬愛していた著名なピアニストであるリベラーチェからの影響を受けたものであった。ただし、プレスリーは宝石類にはあまり興味がなく、ステージ上で華やかに見えるものなら安いイミテーションでも構わないという性格だった。酒もタバコもやらない。たまに葉巻を吸う程度である。オンステージで、 観客から酒を渡された時も口をつけるだけでほとんど飲んでいない。ステージ上で飲んでいるものは自らゲータレードである。コーヒーや炭酸飲料、ピーナッツバターとバナナとベーコンのサンドイッチが大好きで毎日のように食べていた。今ではこのサンドイッチはエルビスサンドと呼ばれている。ただし、このサンドイッチは食べる前に多量のバターを溶かしたフライパンで揚げ焼きにしたもので。 当然ながら、高カロリーなため、プレスリーが30代以降体調を崩し、肥満化していった一員になったのではないかという指摘も、ある。元自家用機のコンベア880、リサマリーグレースランドの前の通りは、エルヴィス・プレスリーブールバードという。世界中のプレスリーのファン、ファンクラブからの募金のみで運営している、セイント・パウロ・エルヴィス・プレスリー記念病院がある。プレスリーの記録には、 限りがないが代表的なものや興味深いものを挙げる。公式リリース音源の数は800曲を超える。プレスリーがそのキャリアにおいて発表した曲の未発表テークが数多く存在するが、プライベート録音を含めすべての残されたプレスリーの音源を聞きたいというファンの要望に応えるべく立ち上げられたものが主演映画のタイトルから引用したフォローザットド,ドリームレーベルである。 このレーベルのアルバムは限定生産され、世界中のファンクラブに優先的に流通させるので、一般の CD ショップ等に出回りにくい。1999年に第一弾バーバンク68がリリースされた。以後、定期的に貴重な音源が次々とリリースされ続けている。わずかだが一つの曲のすべてのテイクを聴くことができたり、コンサートアルバムは、 プレスリーのコンサートを体験することができなかったファンにも追体験できるような内容になっている。プレスリーが1977年に亡くなるまでの21年間に146曲が100位以内に、112曲が40位以内に、72曲が20位以内に、38曲が10位以内にチャートインした。1962年4月21日から2週連続で1位を獲得した。 グッドラックチャームを最後にプレスリーは1位から遠ざかったが、1969年11月1日、サスピシャスマインドが1位を獲得し、プレスリーの復活と言われた。1972年10月28日には、バーニングラブが2位まで上り詰めたが、チャックベリーのマイリンガリングに阻止された。1970年代においてはプレスリーは一度も1位を、 取ることはなかったが、2002年にリメイクされた、ア・リトルレス・カンバセーションは世界24カ国でナンバー1を取得した。アメリカにおいて1位を獲得したシングルの数は18作、計79週間で、ビートルズの20作、計59週間、マライア・キャリーの19作、計82週間に次ぐ、歴代3位の記録となっている。ロックンロール、カントリー、 ゴスペルミュージックの3部門のいずれも殿堂入りした初のアーティストとなった。また、今のところ楽曲においては3回グラミー賞を受賞しているが、3回ともロック部門ではなく、ゴスペル部門においての受賞であり、プレスリーは終生このことを誇りにした。ナンバー1ヒットは全18曲、合計79週間である。曲数はビートルズ、マライア・キャリーに次ぐ歴代3位である。 週刊数に関しては、マライアキャリーに次ぐ歴代2位である。ありがとうございます。